どうも、ルジクニでございます。ワールドエンドサマーデイズ続きをやってまいりましょう。トンネルから帰ってきたっていうところだね。そろそろ夏休みも終盤。そうなの？もうそんなに時間が経ってる感じ？まだ我々は重要なことを忘れています。なんだい？そういえば夏休みの宿題は？というわけで花火をしましょう。これを説して夏は終わりませんよ。夏休みの宿題やってないのまずいんじゃないか？まあ、そうかもな。後輩はイオに甘すぎるよ。幽霊退治は一段落ついたって感じなのかな。あら、いいねー青春だねー。今年の夏もいろんなことがありましたね。まだ肝心な部分は終わってないけどね。まあまあ、こうして集まることで決意と結束を固めて最終決戦に向かうとしましょうよ。まあいいけどさ。思えばヒーローさんと出会ってからまだ1ヶ月も経ってないんですね。そうだな。最初に会ったのが、俺は夏休みの前々日で、イオはその翌日だったからな。なんだかそうは思えないですね。ずっと3人で一緒にいたような気がします。それは俺も思っていた。むしろ最初にこの秘密基地で話した時からなんだかヒーローが他人のような気はしなかったな。先輩たちは妙に気が合ってましたもんね。イオは不満そうだったけどね。そうでしたっけ？そうだよ。ここは私と先輩だけの場所ですよって感じだったよ。そうでしたっけ？いや、お邪魔だったよ。で申し訳ないよ。そんなことありません。仮に最初はそうだったとしても、今はちゃんとヒーローさんはかけがえのない仲間だと思ってますよ。わかってる。ごめん、からかいすぎたよ。先輩もそうですよね。おお、もちろん。かけがえのない仲間だし、恩人でもある。そうか。嬉しいよ、とても。ちょっと一旦失礼します。失礼しました。おやおや。どうやらお邪魔なのは私の方だったみたいですね。いよ。何を言ってるんだい、そんなんじゃないよ。お返しでした。まったく。いいねー。来年もまた3人で花火したいですね。来年か。そうか。ヒーローさんは3年生でした。でも卒業しても遊べますよね。卒業したら島外に行くのかな？きっと会えるよ。じゃあ約束しましょう。来年の夏もまた3人で一緒に遊ぶと。来年だけでいいのか？ダメでした。ずっとです。未来永劫です。わかったよ、約束だ。ああ、約束だ。破ったら針千本飲ますからね。何か微妙に間違ってる気がするが。針千本。いやー、今年の夏はとても楽しかったよ。これからは毎日楽しいです。毎年楽しいです。そうなるはずです。そうだね。来年も楽しみにしているよ。そうしてください。んで？結局、原因は根絶できてないんだよね、まだ。花火楽しかったですね。そうだな。毎年花火はしてますけれど、やっぱり二人より三人の方が賑やかで楽しかったですね。そうだな。そういえば、先輩。なんだ？先輩はヒーローさんのことどう思ってますか？いいやつだ。あいつがいなかったら俺たちは今ここにいないかもしれない。そうですよね。ヒーローさんならきっと先輩の支えになってくれると思います。これからもずっと。どういうことよ。どうした突然。先輩、初めて私たちが出会った時のことを覚えてますか？もちろん。中学の夏休み。他の生徒はみんな帰省して、島には俺とお前だけだった。そうですね。私はその前の夏の終わりに両親を亡くしずっと一人でした。夏休みだけじゃなく学校でもずっと一人でした。そんな時先輩が声をかけてくれたんです。古いゲームがあるんだが対戦相手にならないかってな。そうそう、自分で修理したゲーム機を持って話しかけてきてくれました。両親を亡くした時、クラスの人や先生はたくさん気を使って話しかけてくれました。遊びにも誘ってくれました。でも私はそれにうまく答えることができませんでした。わかる気がする。俺も未だに人に気遣われるのは苦手だ。クラスの人や先生に話しかけられるために私はどんどん自分が惨めに思えてしまって、人から憐れまれるような存在、そんな存在なんだなって。もちろん話しかけてくれる人たちはそんな風に私は憐らんでいるわけではない。そう頭ではわかっているつもりでした。だから余計に今度は、自分は人の優しさにも素直に受け取れない人間なんだなと思えて、とても苦しかったんです。
そんなこじれた面倒な私ですが、先輩とは一緒にいられました。それは先輩が優しかったからでも、気を使ってからでもありません。先輩が私と同じだったからです。あら。夏休みの初め、ゲームを手にやってきた先輩は、私と同じように一人の目をしているように見えました。私にを気遣うというよりも、自分自身のために声をかけてきたように見えました。だから私は救われたんだと思います。私は誰かに助けて欲しかったわけじゃないんです。誰かに必要とされたかった。対等なままでそばにいて欲しかった。だから私にとって仲間は先輩だけでした。でも今はヒーローさんもいます。先輩もなんとなくわかると思いますが、ヒーローさんもずっと一人だったみたいです。だってずっと寂しそうな目をしていました。ヒーローさんには先輩が必要ですよ。そして先輩にもヒーローさんが必要なはずです。それは、私は先輩にもヒーローさんにも幸せになってほしいです。この世界には二人しかいない私の大事な仲間ですから。どういう意味で言ってるんだよ。だからよく考えてみてください。先輩にとってヒーローさんにとって一番いいこと、それが私にとっては一番嬉しいことです。なんか勘違いしてないかいよーよー。どうなんのそれ。秘密基地。翌日？翌朝か。決戦の時は来た。イオちゃんは超能力目覚めたの？実験施設の中心、海洋除染研究所。はい、わかりました。やはりあそこなのか。君たちもご存知の通り、あの研究所では数年前まで環境ナノマシンを取り除くナノマシンを開発していた。しかし大規模な事故が発生し、研究員の半数近くが死亡した。もちろんその事故の原因は環境ナノマシンだ。つまりそれだけ亡霊もいるということか。その通りだよ。だからこれは非常に危険なミッションとなる。なるほど。結局イオの PSI、あ、目覚めなかったんかい。特訓頑張ってはくれていたんだけどね。すみません。いや。実を言えばもしかしたらイオの能力の鍵は私では開けられないかもしれないと思っていたんだ。そうなのか？いつきじゃないとダメか。だからこれはイオのせいじゃないよ。ありがとうございます、ヒーローさん。だったらイオは作戦に参加しない方がいいんじゃないか？そうじゃなくたってあそこは。ええ、一緒に行かせてください。ご迷惑じゃなければ。そんなこと言うなよ。行くぜ。一緒に行こうぜ。絶対無茶はしません。だからお願いします。行こう。わかった。イオには後輩のサポートをお願いするよ。任せてください。でも絶対に約束してほしい。危なくなったら自分の身を一番に守って。その方が後輩もやりやすいだろ。そうだな。その方が安心して戦える。やばくなったらすぐ逃げます。それでいい。じゃあ具体的な作戦は現地で説明するよ。今日はしっかり準備して明日の朝に決行。なるほど。最終準備フェーズ的な感じで？いや、待て。だば、ちょっとじゃあ、軽く街の探索してきますか。麦わら少女。ほのかな香りと鮮やかな色合いが心を安らげる。これはなんか効果あるんかな？お花博士になってもやってくる花言葉のコーナーです。今回の花は忘れな草です。花言葉の名前の通り、私を忘れないで、死に際にこの花を恋人に送ったという逸話から付けられたそうです。なんとも物悲しいお話です。時期に夏も終わり、いつかはあなたも島を去る日が来るでしょう。そうなったとしても、これまでお送りした花言葉たちを覚えておいていただけると嬉しいです。だいぶマシな顔色になりましたよ。はーい。夕方の屋上というのはどこか寂しい気持ちになる場所です。ですがその寂しさに不思議と安心を覚えるものです。なんだか不思議ですよね。ただ一人でいるだけではあれほど寂しくもなければ安心もしないというのに。きっと夕日には一日の終わりというイメージが染み込んでいるのでしょうね。終わってしまうという寂しさ。終えられたという安心。深いこと言いよるな、俺。地面に絵を描いている。まだふわふわ人間。お兄さん、ふわふわ人間を退治してるって本当？幼稚園の子がふわふわ人間と戦ってるのを見たってさ。見られてたか。ふわふわ人間に会ったらどうすればいいのかな？僕は戦わないよ、お母さんが心配するから。まあお母さんが危なかったら戦うけどさ。立派な子やー。志の強い立派な子やな。ちゃんと水分取ってるか？大丈夫か？占いに話しかけたらなんかあるかな？あなたの行くべき道。いよいよ最後の戦いに挑もうとしているそうですね。多くの困難に連続で対処する必要があるでしょう。
準備は万全にしておくべき。具体的には HP を回復するウミネコラムネなどをしっかり買い込んでおく。なるほど。進んだ先の遥か未来にいずれ光はある、そんな予感がします。ウミネコラムネを大量に仕入れとくっちってもな、お金が全然ないんだよな。お金くれへんかな。そういえばこれお賽銭入れてなかったな。500円ちょうどあるから入れてみる？ぽい。なけなしの500円は小気味の良い音を立てて賽銭箱へ吸い込まれていった。ナムナム。鈴が落ちてきた。よっと。装備品かな？心が和むので毎ターン HP と MP が 5% 回復する。リジェネか。強い気はすんな。リジェネは強い気すけど、2回行動の強さマジでエグいんだよな。いやー、どっちかな。毎ターン 5% か。長期戦になればなるほど強いよな。でも2回行動が強い気がする。2回行動が強い気がする。一通り探索したけど、多分ないかな。なんもないかなって感じする。なんだか緊張してきました。作戦の前に冷蔵庫の中も片付けておいた方がいいですかね。別に何日も開けるわけじゃないんだから、そのままでいいだろ。それもそうですね。でも一応お気に入りのアイスは食べておきます。一応です。特に他にないか。はい。じゃあ、行きましょうか。最終決戦へ、いざ、参ろう。準備はできたみたいだね。バッチリです。よし、じゃあ明日の朝にまたここに集合にしよう。今日は早めに休むためにもう解散かな。私はちょっとヒロさんに聞きたいことがありまして。先輩は先に帰っていてください。わかった。あまり遅くなるなよ。何を聞くんだ、イオちゃん。それで何を聞きたいんだい？ヒーローさんは先輩のことをどう思ってますか？そうだね。不愛想に見えるけど本当は思いやりがあるし、結構身内に甘いところがあるよね。真面目でしっかり者だけど、こういう秘密基地を作ったりして冒険心や遊び心もある。そして何より、君のことを大切にしている。だから君は絶対に後輩を手放さないようにね。まあ余計なお世話だろうけどさ。イオちゃん手放そうとしてたけどな。やっぱりヒーローさんは先輩と少し似ていますね。そうかな。そうですよ。自分のことを差し置いて私のことを考えてくれるところが特に。先輩もヒーローさんも、もっと自分に素直になってください。もっと自分を大切にしてください。本当は、ヒーローさんも先輩のそばにいたいはずです。イオちゃんこそ自分のことをもっと大事にした方がいいんじゃないか？それはできないよ。どうしてですか？後輩のそばにいるべきは君だからだ。私では先輩の支えにはなれません。私は何か得意なものがあるわけでも、何か目指すものがあるわけでもありません。ただここに寝そべって日々をやり過ごすことしかできないんです。私は先輩やヒーローさんみたいに立派な人間にはなれません。だから、違うよ。全然違う。私はそんな立派なものじゃない。ヒーローさん。ヒーローさんやは、私や先輩を助けてくれました。それだけじゃなく、ダメな私の特訓にも辛抱強く付き合ってくれました。先輩も言ってましたよ。あいつがいなかったら俺たちは今ここにいないかもしれないって。そんなものは関係ないよ。私は本当は、君たちのそばにいる権利なんてないんだ。え？どうしてですか？それは言えない。なんだろうな、ヒーローが抱えてるものは。私の望みは先輩が幸せになることです。本当にそれだけなんです。そのためにどうするのが一番か、ヒーローさんも考えてみてください。イオちゃーん。あ、で、セーブ。実験施設エリアね。翌朝。ちーっと今回短いけど、
旦締めますか。はい。もしかしたら次のパートとガッチャンコになってるかもしれませんが、一旦締めます。